はい、それではハーベストムーフアガールの続き、2年目の春の月1日やっていきましょう。前回の終わりから続けてやっています。さて、とりあえず天気予報からいこうか。2日はいきなりの雨。まあ作物にとっては恵みの雨なんでありがたいですけど。さあ2年目が始まりましたんで、こっから顔面体操 1,2,3,4。 なんだこれ、みんなにどう思われているんだろう。顔面体操を突然始める変な人って思われていると思いますけど、まあ2年目ね、この初年度でできなかったことをなるべくやっていきたいところなんですが、作物系は全部出荷をしてみたいので、この春の作物である貴重なお野菜いちご、それをなんとか作れるように今年の春はまずそれを頑張っていきたいところかな、などなどいろいろありますので、じっくりとやっていきましょう。予定としてはこの2年目の牧場をしっかりと冬の30日まで駆け抜けたら、3年目に心に決めた誰かにプロポーズという流れで行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お、一気に景色が変わりましたね。あー、そして耕してるところ全部なくなっちゃうのか。こうだったっけか。ちょっと不安ですが、まあ、やっていきましょう。でも牧草はちゃんと残ってるね。これはありがたい。フライで、ブラシ掛けをして愛情度もいい感じ。お、ポテトの愛情度マックスになってる。これいいね。とても良いと思います。でだ、怒涛の春の1日編で、まず大事なものは、何なのか。お手紙ポストですね。コロボックルでいいのでしょうか。なんか謎のマークがついていますが、魚をちゃんと養殖池に入れておけよというメッセージか何かで。二つ目、新年おめでとう。今年も牧場の仕事を頑張ってください。町の人たちとの付き合いも忘れずに。トマス&ハリス。銀河新年、今年もより自分を磨くことを怠らず、あなたにとって後悔のない一年となり、なるよう心より願うものです、サイバラ。あれ？こんだけ？町の若い衆からの年賀状が届いてないやんけ。と、まあ、こういうこともあるわけですね。まあ、年賀状の、あれでしょうかね、文化が、もう廃れ始めているのかもしれない、若者たちの間で。とか、いろいろ想像できますね。でだ。あ、思い出した。まず新年一発目。養殖池の溶けた氷から、この魚をこんにちはさせることができますので、しっかりと魚を入れに行きましょう。この冷蔵庫の中に溜め込んでおいた大量のお魚を全部、養殖池にぶち込むことができれば、なんでこんなに魚をいっぱい釣る素晴らしい人なんだということで、まあ早ければ明日ぐらいに、グレッグさんがやってくるんじゃないかなと思いますので、そんな感じで行きましょう。はい、養殖池。いけー、ガンガン入れろー。いやー、魚を入れるためにお家を往復するだけで結構大変でしたね。ですがこれでお魚を全部入れ終わりました。これで養殖池には魚が51匹いることになります。素晴らしい。これでグレッグさんのお眼鏡にかなってくれているはず。ちゃんとね、この養殖池には、魚の餌を1日1個入れてあげるのがいいはず。これを毎日繰り返していくとちょっとずつ増えてくれるはずなんで、期待しておきましょう。で、養殖池に魚を50匹入れたんで、グレッグさんが来てくれることを祈ってお家を出入りしてみる。このタイミングで来るか？そんな早くはないかな。まだでした。まあ、どっかのタイミングで、しれっとやってくるのではないかと思いますんで、期待して待っておきましょう。さあ、怒涛の春の1日はまだまだあるぞ。よいしょと。この、牧場を耕していくところを頑張ってやらなくちゃいけないからね。ん？カレンが来た。どうしたんだいカレン。今日は新年祭に行く？いや、行きますとも。じゃあダンスを教えてあげる。男の子に誘われた時踊れないと困るわよ。え？なんか来たけど。おお、カレンが直々に教えてくれる。ズンタッタ、ズンタッタ。カレン優しいな。ダンス教えてくれる。そして回り方も綺麗だし、決めポーズも可愛い。お、こうやってやるんだよっていう感じだね。でもカレンの方がやっぱりキレがあるな。その辺はこだわりを感じますね。でもメイちゃんのポーズもちょっと可愛かったね。これレクチャーにどんだけ時間かかってんだろうな。うん、これで大丈夫ね。じゃあ今日楽しみにしているわ。ありがとうカレン。優しいな。牧場物語ってやらないんですよね。このゲームは、
このゲーム開始したタイミングは、春の2日なんですよね。なんでこの、2年目にならないと春の1日の、あれこれっていうのは見られないんですよね。新年祭もそうですけど。ここまで見られるところまで来たんだなぁという考えの深さがありますね。さあ、しかし耕して水やりをするところまではこれ間に合わないような気がしてきたな。いやもう、みんなずれ方したし。でも耕したところ全部消えちゃうんだったっけか。そこまでとは思ってなかったよ、正直。これ種まくまでで精一杯かな。明日水やりしてくれるからそれでいいかな、もう。新年祭すっぽかすのはありえないしな。うわぁ、変なところもやっちゃったわー。カレンからダンスを教えてもらう云々を抜いておいても、こんなに時間かかるとはって感じですわ。これ高いやつだけで精一杯じゃない？でもそうか、種まきは、あれだな？明日にしていいのか。水やりは明日からやるんだったら、種まきも明日からやっても変わらんもんな。じゃあ、とりあえず高いところまでやりましょうか。間に合うのか？それすら間に合わないような気がしてきた。これ1マスずつやった方が、なんか気分的には早いな。気分的な問題で、実際はちょっと時間かかりすぎてる感じもしますが。あのですね、6時になっちゃいました。カレンからダンスを教えてもらった時の曲が未だに頭の中を流れている。これ頭の中で、こうやってやるんだよって教えてもらったものを反芻してるってことでいいんでしょうかね。くー、体力も限界だ。これはさすがに間に合わないので、今日は、もう行っちゃいましょうか。ちょっと待って、耕してるだけでもう全部終わってしまったんで、これは全然間に合わないですわ。なんで怒涛の2日もやっていくことになりますね。まあ、なんとか、種をまくところまでは、今回で終わらせておきたいところですが、すごいことになったな。さあ、新年祭迎えましょう。到着。若者たちが集まっていますね。ハリスさんも一応若者枠なんだな。これね、大人組が、あれなんですよね。宿屋さんの方に行って、お酒を飲んでいるっていうのがあるので、そっちに合流することもできるんだよね。さあ、話をしよう。私？特に驚きはないんだけど、見ているだけで楽しいし。グレイト踊ってあげればいいんだけどな。リック誰か誘ったかな？気にしてる。かわいいね。いや、あいつに相手がいないならね。私もせっかくだから参加したいし。ダンスを教えてくれる。まあ、ダンスを教えてくれるぐらいだからダンス踊りたいんでしょうね。そんなカレンがちょっと、気を使っている。新年祭の時はハリスさんとダンスするの。あ、そうなんだ。ハリスさんもね、本当は踊りたい人が他にいるんだけど、その人もカイと一緒でこの街にいないよ。なんか複雑な関係だな。いやー、今年も街のみんなが安全に過ごせるように頑張りますよ。ハリスさんもパートナー候補だったらいいのになぁ。と思ってみたり。はい。もうドキドキよね。先生のダンスってちょっと変だけどかっこいいのよ。もう、ベタボレだな。わかんないや、誰かが誘ってくれたら踊るけど。みんな若干奥手なんだけど、エリーだけもう、まっすぐなんだよな。みんなの話聞いとこうかな。でも、聞くためにはな、お話、あれ、踊りますかみたいな会話を断らないといけないからな。じゃあ、今のところの本命であるクリフ君にするか。ドクターにはエリーがいるしな。で、ドクターは月をするしな。リック君は、まあ、個人的にはそんなに好きじゃない。言っちゃあれだけどな。で、カイ君は新年祭いないもんな。いや、俺的にはね、もう、第一印象は微妙だったけど、グレイ君も悪くないからグレイ君かクリフ君なんだよな。で、今回はクリフ君かな。この街に残ってよかったよ。こんな楽しい行事があるなんて。あ、そうだ。ねえ、よかったら僕と踊ってくれない？ Shall we dance? OK だよ。わ、本当に？じゃあ行こう。ということで、今年はクリフ君と踊ることになりました。お、教えてもらったダンスをここで披露するわけだな。マリー戻ってるね。はい、決めポーズをして、ぐるっと回って、これ男性陣もちゃんと踊り練習してるんだろうな。よきによきよき。これマリーが、なんか、腰をワキワキしてキビキビダンスみたいなポーズをとってるのがちょっと面白いですね。これダンスも、なんか全員全く同じポーズじゃないっていうところになんかこだわりを感じますよね。さあ、また一年頑張っていこう。ということで、また、一日が終わってしまった。あ、フライ小屋に戻すの忘れてた。おはようございます。そんなこんなで春の2日になりました。火曜日です。明日の天気はなんだ？連続の雨。まあ、水やりがなくていいのは楽でいいですね。あ、で、そうか、これ。新年明けましておめでとう番組だったな。
ペッタン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 。餅つきの様子をひたすら見せられるという番組。こんなんだったっけ？どんだけペッタンしてんねん。長いよもう。大丈夫か？永遠に終わらないんじゃないのかこれ。もしかして、108回ペッタンする気？さあできたようです。もぐもぐもぐ。デリシャース。それではまた来年会いましょう。めちゃくちゃなイベントだったぜ。ちょっとフライを小屋に戻さないと。と思ったけど、愛情度8まで行きましたね。なんか8まで行ってれば、一安心らしいので、その辺はいいんですが。おめめバッチリ。てか、新年祭ってドレスは着ていけないのかな？そういう場ではないんだろうけどな。踊るんだったらドレス着てもよかったのになぁと思わなくはない。ん？これは。おお、またカレンの曲か。どうしたんだいカレン。こんにちは。こんにちは、ですけど。花の種持ってきたんだ。よかったら牧場にでも撒いて。お、なんかくれた。ありがとう。これあれか、道具の装備品のところ、いつも満帆だから。本当は発生したかもしれないのに。あれなのかもしれないですね。なんというか、全然発生しなかったのかもしれませんね。そして、麦さんがやってきた。突然、なんじがお前さんの牧場で飼っている犬は確か襲いちゃったの。あ、そういえば、そうでしたね。このタイミングで来んの？彼の次に来んの？うちの犬とお見合いさせる気はないかの？ヨーデル牧場にいた、花ちゃんですね。犬レースでもトップクラスの性能を持っていた、とても素晴らしい子ですね。ダメってやる理由はないんですが、いいよってやると、しばらく、ポテトが、あれ、このお見合いのところで、ムリさんのところに連れて行かれちゃうのでいなくなるんですよね。まあ、ヨーデル牧場行けば会えるんで。いいよ。じゃあ、連れて行こうかの？お前さんも来るといい。いや、朝一で呼ばれるんですか？僕これから仕事なんですけど。こんな雨の中で、うちの花ちゃんよ。いき焼きが合うようじゃよ。と、こんな感じですね。確かこの2匹の間に子供が生まれるってこともあるんですよね。それもまた、いずれ見ることができるでしょうが、今はまだその時ではないという感じ。フライー。ごめんな。雨降ってるのに、小屋に戻すの忘れてしまっていた愚かな牧場主を許しておくれ。ライ？ライ？はい、小屋にお帰りー。明日も雨だからね。さあ、今日中に、あれです。畑をしっかりと整頓しておきましょう。で、忘れずに、この、魚の餌もありておくと。ちゃんと魚の餌をあり続ければ、何日かした時に増えてくれるはずなんで。ここの数字もね、ちゃんと見ておきましょう。で、ビニールハウスの中も確認しておかないとね。ご覧のように雨が降っていても、こっちはね、水やりしませんからね。耕して種まきをして水やりまでやるっていうのは本当に一日がかりの大変な仕事になりますが。ですが、水やりだけを今後やっていくのであれば、この広さの畑でも十分やっていきますので、なんとかね、やっていきましょう。さあ、そして、耕しの時間だ。耕しの時間だ。ちょっとなんかずれましたけど。これ今度はあれなんだよね。1マス開けたいんだな。3、6。3、6、9、12、15、16、17、18。ちょっと待ってな。18？ あ、そうだ、これ。ポテトが、あれですね。ヨーデル牧場にいるんで、マークの場所も変わってますね。こだわりを感じる。で、それは良くて。牧場の今の様子を確認して。横15かな？ 15、15で区切りをつければ、そうだね。横5の水やりが3回で済むから、うん、間が綺麗になるはず。畑の形を作るので、3、6、9、12、15。だからここから 3×3 でいけばいいわけだな。よっしゃ。とりあえず耕しは終わった。うまくいっているはずですが。3、6、9、12、15。よし。去年と違うのはこの間に一列空いていることですね。
これによって水やりを完遂させる、一旦抜けて水やり、水をしっかり汲んでくる、もう一回水やりをするという流れがうまいことできるようになっているはず。じゃあ種まきやろうか。この30袋キャベツをまずは撒いていきます。ちょっと待って、これはさすがにまずい気がする。体力を回復してまいります。私温泉に浸かります。じゃないと命が危ないです。種まきで倒れて翌日大変なことになんてシャレにならないですからね。あ、そうだ、この辺のタケノコとか回収しておかないとな。春の味覚、これも回収しておきましょう。でもあと種まきだけだから間に合うかな。なんとか間に合わせること成功って感じじゃないでしょうか。温泉に浸かれば疲労度もある程度回復してくれるはずなんで、やってやれないことはないはず。雨降ってる中での作業なんで不安はあると思いますけどね。大丈夫です、己を信じるんだ。滝の子を回収。では残りの種まき、言うてもね、翌朝の5時50分までは OK なわけですから、やれるはずです。己の感覚を信じるんだ。よし、キャベツ巻き終わり。綺麗に巻き終わるとなんか気分がいいね。じゃ、残りはジャガイモだね。ジャガイモ、はい、ジャガイモ、ジャガイモ。18区画巻けば、1回の収穫で100個を超えるはずですから、これも問題ないと思います。よっしゃ、なんとか終わった。ご覧ください。これが新芋畑牧場になります。キャベツもすごいふんだんに植えられてますね。まあ本当は余裕があれば全部ジャガイモにしたいぐらいだったんですが、まあさすがにね、キャベツ収穫ゼロの状態からの2年目春なんですね。春なので、これぐらいは巻いて、しっかり回収して、イチゴの種を買えるようにするために、このような形になりました。いやでもジャガイモは一斉に出来上がるのも楽しみですね。よし、じゃあこっちは OK で。二日はイベントもないもんな。花の種を今後どうするかは、また要検討かな。お、そして、来てますね。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。図書館休館日月曜日マリー。明けましておめでとうございます。ジェフ、今年もどうぞ中心部の雑貨屋をごひいきに。明けましておめでとう。僕も果樹園のお手伝いを頑張りますから、メイさんも牧場の仕事頑張ってください、クリフ。二日に来るんだな、みんな。あれ?と思ったら、これが一日の分だから。三通ずつ、じわじわ届く感じか?そんな感じがする、しますね。毎日ちょっとずつだから、毎日チェックしてくださいねってことかもしれませんな。よし。なんとかかんとか、かなり忙しかったですが、春の畑準備完了。あとは水やりしっかり頑張り、出来上がりはコロボックルくんにしっかりと収穫してもらうで、なんとか春を乗り切っていきましょう。過去最大級の収穫出荷額を誇る、そんな2年目の春になってくれることを祈って、今回はここまでにいたしましょう。さあ、2年目も頑張りましょう。はい、ありがとうございました。